欠場が相次いだ昨シーズンから一転、今シーズンはチャレンジャーシリーズも含めすでに3大会で表彰台に上がっているりくりゅうペア。しかし12月からはグランプリファイナルや全日本選手権、そして年越し後には四大陸選手権など忙しい日々となるのですが、ある問題も出てきているようです。北京冬季五輪後のシーズンには国別対抗戦を除き全ての大会で表彰台の一番高いところに立ってきた三浦選手と木原選手。しかし翌シーズンは木原選手の腰の怪我による治療とリハビリを最優先し、五輪プレシーズンとなる今シーズンは順調に3大会に出場しています。グランプリ大会ではスケートアメリカも NHK 杯もミスがありながらも金メダル、銀メダルをそれぞれ獲得し、見事ファイナル行きを決定。日本時間12月4日から始まる公式練習に合わせた移動を考えると、2人の練習拠点カナダでの練習は10日ほどとなっているようです。6日早朝からのショートプログラムの3時間ほど前には、可愛い後輩であるサエルカペアもジュニアグランプリファイナルに出場するとあって、もしかすると会場で2人を応援するりくりゅうが見られるかもしれませんし、そうでなくとも現地ではコーチを交えたアドバイスなどもあることでしょう。8日のエキシビション後にはクロージングバンケットに出席し、カナダへ戻る前の2人は23歳となる今年の12月17日の三浦選手の誕生日を言い訳に、きっと美味しいフランス料理を食べるに違いありません、そして大好きチョコのお菓子などを大量に買い込み帰るのでしょう。そして19日から競技がスタートする全日本選手権には、ペア結成シーズンの出場以来となる5シーズンぶりの出場となる2人、新型コロナウイルスの蔓延や飛行機でのロスバゲ、そして昨シーズンは怪我となかなか縁に恵まれなかった2人がようやくこの大会に戻ってきます。また今年は可愛い後輩ペアであるユナスミとサエルカ、そして10月にペア結成を発表していた柚木美優選手、トリスティン・テイラー選手ペアと合わせて4組もペアが集結するということで、表彰台を4組まで乗せられるタイプにしてほしいくらいの嬉しさとなっています。そんな慌ただしい年末を終えると、少しホッとできる時間があるでしょうか。今のところアイスショーへの出演情報はありませんし、全日本選手権後の四大陸選手権、そして世界選手権への派遣はアクシデントさえなければりくりゅうとユナスミが出場することとなる見通し。しかしここで注目となってくるのが2026年のミラノ五輪に向けて開催されるプレ大会。当初は2月上旬に開催予定だった四大陸選手権だったのですが、欧州選手権の開催をめぐり日程がずれてしまい、当初からの予定となっていた2月19、20日の五輪プレ大会とだだかぶり。これについては ISU からさすがに何かしらのアナウンスがあると思われていましたが、日程が重なっている事態が分かってから数ヶ月が経っていながらこの状況ですので、おそらく四大陸選手権か五輪プレ大会のどちらかに五輪候補、そしてもう片方に補欠となるのでしょう。そんなあまりにも不思議な2月を終え、3月末にはシーズンを締めくくる世界選手権がアメリカで実施。りくりゅうとしては移動が近く負担は少ないのですが、大事な五輪プレシーズンの締めくくりとして結果よりもいい演技の印象で終えることが目標となるでしょう。その後4月中旬には日本での国別対抗戦、そして木下スケートアカデミーのアイスショーブルームオンアイスを終えシーズンを終える2人、ここからはアイスショーに参加するかもしれませんし、今シーズンのように最小限の出演となるかもしれませんし、不透明なところ。ちなみに2人が偉大な年間グランドスラムを達成したシーズンの後はメディア対応に怒涛のアイスショー、さらにはテレビ出演などが入り、新たなプログラム習得に時間がかかったという経緯もありますので、
もしかすると大事な五輪シーズンは露出少なめかもしれません。それでも北京五輪シーズン、そして飛躍の次シーズン以降も2人が苦労して技の難易度を上げ、プログラムや曲調も様々なものに触れてきたのは、全てミラノ五輪での金メダル獲得に向けたもの。しっくりくる、それでいて他を圧倒するプログラムを完成させてくるでしょう。そのお披露目となるのは、これまでの流れに沿うとチャレンジャーシリーズが有力となっており、その後グランプリ2大会、そしてグランプリファイナル、全日本選手権を怪我なく駆け抜け、この4年の集大成となるイタリアでの五輪を迎えることとなりそうです。詳細をご覧になりたい方は、説明欄の URL からどうぞ。久々にグランプリファイナルからの全日本と、ハードスケジュールなりくりゅうが見られそうだ。グランプリファイナルはフランスだから、カナダに帰らずに日本に帰国することも考えられそう。そしてりくちゃんの誕生日はコメダでお祝いか。今年こそはりくりゅうが全日本に出場できますように。一体何年二人の登場を待っていたことか。コロナで2回、ロスバゲで1回、怪我で1回、ほんとりくりゅう全日本に全然出られてない。今年こそはきっと出てくれると信じてる。今年の全日本選手権はりくりゅうにユナスミ、ミユスティン、そしてサエルカが揃うだなんて壮観にも程がある。これは見に行くしかないでしょう。りくりゅうは4大陸、五輪プレ大会、どっちに出るんだろう。誰か教えて。2月のアジア冬季大会には無理をしないりくりゅう出ないから、その点は安心していられそう。4大陸と五輪プレ大会かぶっちゃってるの？そんな大事な大会かぶせちゃダメでしょ。ISU も一体何考えてるんだか。りくりゅうはミラノ五輪で優勝してくれればよい。それまでの道のりはコーチたちと相談してね。この前のミラノ五輪の PR 動画に北京五輪のりくりゅうが使われてた。やっぱり一押し選手ってことなんだろうな。ミラノシーズンで2人がどういう路線のプロを選択するのかも楽しみ。とか言ってるけど、ブルーノの頭の中ではすでに戦略が出来上がってそう。